Hello everyone! 皆さんこんにちは、安越哲也です。皆さんからいろんな質問をね、いろんなところでいただくんですけど、その質問に答える形で、この動画ね、作ってます。私の試験に基づいた勉強法なんですけども、気に入ったものがあればぜひ活用してくださいね。はい、勉強法アドバイス、リーディングですけども、これはね、英字新聞の読み方です。よくね、これ聞かれるんですよ。普通の教科書の英語とか読めるんですけど、英字新聞が読めませんね。これ高校生からもよく聞かれますね。英字新聞どうやって読んでいけばいいんでしょうか。特にね、もうみんな英字新聞パッと開いた瞬間にヘッドラインが読めないんですよね。はい、でなんでかっていうと、これヘッドライン、特別な書き方がされるんです。まずヘッドラインって何かっていうと、新聞をパッ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 とめくっていった時に、その記事が何についてなのかを最も端的に言い表している1行2行なんですね。これがヘッドライン。だから効率よく伝えるためにいろんなものが省かれるんですよ。でヘッドラインでは記事の内容を素早く検索することができるように、極力ね、端的な表現が使われています。まあ、どんな風に端的にしていくかっていうと、まず冠詞あとかざとか、あと B 動詞、これが省略されます。まあ、もちろん新聞社によってやり方微妙に違うんですけど、基本的にはこれ省略されます。はい、そして過去のことでも現在形が用いられるんですよね。過去形みたいなものがいっぱいあるよ、言いたいでしょ。でもあれね、過去形じゃないんです。実は過去のことは現在形で表すんです。で未来のことは to 不定詞を使って表すんです。 to 不定詞っていうと to だからね、そっちに向かっていってる、未来に向かっているっていう感じがするんでしょうね。はい、to 不定詞が使われます。そして、受動態は be 動詞が省略されているから過去分詞形のみで表す。そう、過去形に見えるものは過去分詞形であることが多いんですね、実はね。あれ過去形じゃなくて過去分詞形だったりするんです。ちょっと具体例を見てみましょう。例えばですね、これ、まず spread of delta coronavirus variant accelerating in Japan ね、これは spreadこれ、the spread って言いたいところなんですけども、the がないですよね。冠詞は省略されます。で、accelerating の前に、これ、be 動詞が欲しいところなんですけど、これも be 動詞が省略されています。ね、デルタコロナウイルスの変異種が日本で拡大しているわけですけど、その拡大が加速しているってことが書いてあるわけですよね。はい。そして次。China's income inequality grows despite village modernization ね。グローってね、いうの現在形で書いてあるんですけど、これ過去に起こったことですよね。中国の所得格差が、村が近代化しているにもかかわらず増大したと言いたいんですけども、これも grows っていうふうに現在形で表しています。はい、そして ABC Bank President to step down due to system failures ね、システムエラーによって ABC バンクの社長さんが辞任するとね、これ辞任するのは未来なんでしょうけれども、ね、to step down っていう風になってます。ね。to 不定詞を使って表してるわけですよね。で、Hong Kong Democracy Activist Agnes Chow released from prison ってこれね、こう、そうなんですよね。これで、アグネスさんがリリースした方じゃなくて、アグネスさんがリリースされた方なんですよね。これだったら過去形みたいに見えるんですけど、この ED、過去分詞形っていうのは実は受動態なんですよね、これね。はい。これ was がこう省略されてるわけですよ。 was とか is とか be 動詞が、だから受動態はこの、ね、過去分詞形一つになってしまうわけですよね。まあそんな感じで見出しを見てみると、今まで謎の不定詞とかね、謎のこの過去分詞形があったんですけど、なんで be 動詞ないのって、これ文法的に間違ってるんじゃないのっていろいろ思ってた謎が解決すると思います。ぜひこの後その辺にある英字新聞を引っ張り出してきて、いやネットでもいいですよ、見出しを見てみてください。あ、そうかと分かることが多いと思います。ということで今回も見ていただいてありがとうございます。英字新聞の見出しが読めませんという質問に答えることができたでしょうか。 Thank you very much for watching everyone. Remember, practice makes perfect.